ギュスター・ブッシャル・パンティエは、フランスのオペラ作曲家、指揮者、台本作家。モゼル・ケンディ・ウーズにてパン職人の家庭に生まれる。ディールの音楽学校に学んだ後、1881年にパリ音楽院に入学。ジュール・マスネに作曲を指示し、1887年に、カンタータ・ディドで、ローマ大賞を受賞。ローマ滞在中に、公共し、 イタリアの印象を作曲し、オペラ、ルイーズの台本作成と作曲にも着手した。帰国後は、ボードレールやボルテールのテクストにより、歌曲の作曲を続けていたが、ようやく、ルイーズが完成すると、パリのオペライコールコミック座に受理され、公演の準備が進められた。このオペラは、パリの労働階級の日常を写実的に描き出しているので、フランスにおける、 最初のベリズムオペラとみなされることがある。ルイーズは1900年2月2日に、アンドレ・メサジェの式で初演され、オペライコールコミックザで20世紀で最初に、上演された新作オペラとなった。この作品はたちまち成功を収め、世界各地で演奏されるようになり、ギュスター・ブ・シャルパンティへの名を広めた。また、当時の上演で主役を演じた、 スコットランド出身の名ソプラのメアリーガーデンにとってもルイーズは当たり役となった。1939年にはグレースムーアの主演で映画化もされた。ルイーズは今日なお時より上演されるだけでなく、このオペラのアリア、その日からはソプラノのリサイタルの演目としても人気がある。1902年にシャルパンティエは耳ミミパンソン音楽院を開設し、パリの職業夫人に無料で 芸術教育を行おうとした。しかしながら作曲家としては不毛になっていた。ルイーズの続編、ジュリアンは、1913年の初演では、ルイーズほどの大成功を収めず、すぐに忘れられた。シャルパンティエは、その後ほとんど作曲しなくなった。ペール・ラシェーズ墓地にあるシャルパンティエの破壊しただし、第一次世界大戦時に負傷兵のための音楽会を、主催し、 自作の指揮も行うなど陰性することはなかった。1900年にレジオンドルール勲章を授与され、その後1930年にコマンルール、1950年にグラントフィシエを授与されている。1956年にパリでシャルパンティエは95歳の展示を全うした。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。